地球の旗は地球を表彰するために用いる旗。この主題をめぐって展開される諸概念にはこの惑星の政治的、精神的、環境的側面が関わることになる。地球を象徴する旗についての国際的な行為はまだ存在しないが一部の個人や団体は旗のデザインを提案し普及を図っている。今のところいずれの旗もいかなる政府組織からも 公的賞認を得ていない。この種の地球と関連付けられる旗の中で最も広く認知されているのはアースデーの旗と国際連合の旗である。アースデーの旗、ジョン・マコーネルによる最終形。マコーネルによる当初のデザイン。最初のアースデーの行事のために、ジョン・マコーネルによって1969年にデザインされた旗は暗い青色の地に。 チャージの位置にアメリカ航空宇宙局による宇宙から地球を撮影した有名な画像であるザ・ブルーマーブルを配している。マコーネルのデザインによる最初の旗はシルクスクリーンによって制作され配色も異なっており海洋と陸口は白く雲が多く表現されていた。マコーネルはその旗を検討すべきシンボルの一案として国際連合に提案した。 創作者の政治的な見解や、これがアースデーのシンボルの一つとなっていることから、この旗は環境主義的意識や地球コミュニティの称賛などと結びつけられている。もともとは全地球カタログの中で売り出されていたものであり、またマコーネルが作成した唯一の旗である。ザブルーマーブルの画像はもともとパブリックドメインに置かれており、その後も変わっていない。 この画像の公共的な性格は法廷闘争の引き金となり当初この旗の普及を図っていたワンアルイクイティ社が持っていた商標権や著作権は裁判を通して無効化されたこの判断はマコーネルが旗を作ったという歴史を否定するものではなくそれまでその旗に認められていた権利を認めなかったというだけのことであるワンフラッグインスペースの運動は 宇宙世代諮問委員会の年次大会である宇宙世代会議から発展したものである。この運動は宇宙開発においてザブルーマーブルの旗を用いることを推奨している。ジェームズ・ W ・ケドルによる地球の旗マコーネルのものとほぼ同じ頃1970年にはまた別の地球の旗がジェームズ・ W ・ケードルという名のイリノイ・シューホーマーの農夫によって作り出されていた。 ケイドルの地球の旗は、地球を表す、青色の円が旗の中央に描かれ、太陽を表す、より大きな黄色い円の一部と、月を表す、小さな白い円が、黒地に一緒に描かれている。この旗は、特に、地球外知的生命体探査研究に従っている、人々の間で人気があり、世界中のセティ関係者が使っている。この旗は、オハイオ州立大学の電波望遠鏡にも、 掲げられており、カール・セーガンが死去した際には、半旗とされた。ケードルは、フラッグ・オブ・アース・インターナショナルを設立し、この旗を販売していた。この地球の旗は、2003年にパブリックドメインとなった。YouTube は、コメント書き込みの間に、利用者の地理的位置を同定できていない場合に、この旗の小さなサムネイル画像を、 利用者名の隣に表示するバンカークの旗のイラスト。オハイオ州ヤングスタウンの牧師ジェームズ・ウィリアム・バンカークはレインボーストライプや星と地球を排した平和の旗をデザインした。彼はこの旗を掲げて二度にわたり平和を訴えて回るヨーロッパのツアーを行った。ユニバーサル平和会議はこの旗を世界平和の旗として採用した。 国際連合の旗国際連合の旗は、本来は国際連合そのものを象徴するものでしかないが、世界の統合を示唆するものとしても用いられてきた。この旗には地球全体の地理的表象が含まれており、また頻繁に用いられていることもあって、地球全体を代表する旗の有力な候補といえる。1960年代にアメリカ航空宇宙局が、 月面着陸を計画していた際にはアメリカ合衆国の国旗の代わりに国際連合の旗を使用すべきだという議論もあった2006年版の世界の旗世界の旗は1988年にポール・キャロルが今日の世界におけるグローバリゼーションが引き起こしている人類共通の様々な挑戦への関心を高めようと制作した国際的な旗である。旗の中心には 世界地図が置かれ、その周りには216カ国の国旗と国際連合の旗が配されている。オスカー・パーネフェルトの提案。2015年5月、スウェーデンのアーティスト、オスカー・パーネフェルトは、惑星としての地球の国際的に用いられるべき旗を正式に提案した。この提案は、宇宙旅行に用いられるべきものとして構想され、 惑星としての地球を代表し地球の人々に我々が国境に関わらずこの惑星を分かち合っていることを想起させ、また我々が互いをいたわり我々が住むこの惑星をいたわるべきであることを想起させるという2点の目的を持っている。この提案をしたパーネフェルトは2015年には火星への着陸に際してこの旗が使用されるだろうと予想している。 この旗のデザインは相互に連なる7つの輪と背景となる深い青い海。旗の中央には花のような形で配置された輪が置かれているが、この花は地球の生命を象徴している。輪が組み合わされているのは地球上の万物が直接間接につながっていることを表している。この輪は地球上のいかなる部分も失われてしまえば、 全体の構造が崩壊してしまうことを表している。また、濃い青色は海洋を表彰し、また地球上の生命にとって水が重要であることを表している。図の構成、比率、ありがとうございます。